はい。昭和22年生まれ、後期高齢者。鹿児島県内をあっちこっち走りながら、記憶の不思議さと鹿児島弁ということでやります。いやー、あれですよ、本当にね。泣いちゃったろがいいと思いますよね。あ、もう鹿児島弁も入りましたよ。いやね、リスナーの方からね、この鹿児島弁をもうちょっと喋ってくださいっていうあれがリクエストが来たんだけど、今のね40代から多分下はね、鹿児島弁がわからんた仕事かいっていう、いや実際わからないみたいですよ。この前ね、中高生と話をすることがあって聞いたんですよ。今から鹿児島弁をしゃべるけど、どれぐらいわかるかちょっとテストをしてるからねって言ったら、もうその時点で「いやわかりません」って言うんですよ。なんでって言ったら、その、じいちゃんばあちゃん、まあのその子たちは中高生は鹿児島に住んでる、あれでたまたまそのあれですね、その2人、その中のじゃあ小さなグループです。の二人はどっかの田舎川の鹿児島市以外なんですよ。そしたらそこの、まあそうですね、私もしかすると私なんかよりもその年齢が上なのかもしれない、そのじいちゃんばあちゃんっていうのはね、その人なんかが喋るのはね、儲からないって言ってましたよ。だからいわゆる辛いも標準語って言うんだけど、このね喋り方を辛いも標準語だと思ってる人も案外少ないかもしれませんよ。自分たちが喋っているのが鹿児島弁だと思ってるかも、鹿児島県に住む人がですよ。だから鹿児島県に住む人が諸言をおぼちょったなら、他県の人はね、あ、これが鹿児島弁なんだ、へえ、鹿児島弁って難しいって聞いてたけど、なんちこちゃねえなんということはないなっていう、そんなふうに思ってるんだなと思いますが、ほいでね、今日はね、茶どんのんながらって言いますよ、鹿児島弁で。茶どんのんながら喋ろうかいなって思っちゃったんとんか。いや、私は実際はこんな喋り方しますよ。これはね、私なんかがね、中学生の頃の大人が、だ、茶どんどんながら話すすうかいって言ってましたから、これはね、まあまあお茶でも飲みながら話をしようかっていう感じ。はい、当時は私なんかは若かったですけど、そういう言い方はしなかったですね。どんな言ってたっけ、いや、だいたいそういう言い回しをしてなかった。はい。あ、ちょっと飲みますよ。お茶ちってもですね、例のあれです。麦茶の茶茶茶。はい、もう。昭和22年生まれっていうかですね、私だけかもしれないけど、私はもう、あれですよ。飲み物にケチをつけたことはない。はい。もう出されたものはですね、何でもありがたくいただきますからね、飲みます。あ、これあれですよ、自分で食いましたっていうの、冷蔵庫に入れてやってですね、それをあれしただけで、はい、いただきます。ほいでですよ、あれ、記憶の不思議、3日ばっかり前か、あげたのはね、三日ばっかり前になるんだけど、今のイオン鹿児島鴨池店、あそこですね、氷元に、私なんか氷元って思ったけども、今ね、鴨池町今なってるか、まあ要するにあそこです。あそこはですね、イオン鹿児島鴨池店じゃなくて、
昔の鴨池動物園跡地っていうあれが強いんです。でも私なんかより10年15年後の世代は鹿児島大栄というあれが強いみたいで、おいで、あれですよ、この前の動画にこのイオン鹿児島鴨池店が動物園だった頃のことを知ってる人何人いるかな、まあ、要するにこのおまかせテレビのねリスナーで言ったらですね、当時だから私なんかちょっと10歳ぐらい下だったっけ、私はあれですよ、今年77になりますけど昭和22年生まれですね。結構ね動物園に行ってたんですよ、はい、小学校のね、だけどね集中的に3年ぐらいまでは。ほんで今考えるとその昨日一昨日もらったコメントをもらった人がその池がありましたよねとかあったんですよ、大きな池がね。でそういうのを考えて、だけどお金を払ってその鴨池動物園に入ったっていう記憶はあんまりないんですよ、まあ、両親とも行きましたよ、はい、写真もあります。いや見てない、今もう何十年も見てないですけど、写真を撮ったのは覚えてますからね。でその写真はその頃はねあっちこっちのね観光地っていうか、天文館の今のセンタラス天文館の前あたりの道路にもですねカメラマンの方、写真屋さんですねいて、いわゆるスナップ写真みたいに、して写真を撮って、でそれを後から送ってくると、前渡し金っていうんですかねっていうのありましたよ。だからその動物園で撮ってる写真が2枚ぐらいあるかも、はい、1年ぐらいの間を置いてね2枚ぐらいあるかもしれない。同じようなところでしたよ、動物園内じゃなくてその池があったどっかの辺だったと。だから考えてみるとですね、私は友達と行った時は動物園の中じゃなくてその池の周りだったかもしれない、はい、池の周りはね、池ってあれですよ、今の電車通り側じゃなくて225号線側にですね大きな池があったんです。でそこにはね、あれは何っけ、ボラとかね鯉もいたのかな、いやもしかすると淡水と海水が混じってたかもしれません。ほんでね50センチぐらいののがね結構かかってたんです。それで、周りは確かね草が生えてたと思う。それで、あれが魚がかかるとそれに引きずられてですね池に落ちるね、大人じゃなかったとかな、中高生だったのかもしれない。いや小学生から見るとね大人に見えるんだけど、いや、なんでかっていうと、その頃の服装はですね、黒ズボンに、解禁シャツか肌着、今でいう T シャツみたいなのですね。で、大人もね、坊主が多かったんですよ。ほんで、鉢巻きみたいにしてですね、タオルを額に巻いて。だから大人だったのか、子供だったのか、じゃあ中高生だったのかは知らんけども、何回か見ましたよ。同じ日に何人か落ちたんじゃなくて。それとかですね、動物園側から、電停側から見て、その大きな、池の、今の市民球場ってなってますかね、あっち側にね、あれはなんて言うんだろう、こうレール付きのこう坂があるんで、坂っていうか
何ですかね、イベントあれですよ、でレールがあって、そこにですね何人ぐらいかな、5人か10人乗れるようなですね、船をこう引っ張り上げるんですよ、ぐーっと。でそこに観客が乗って、多分なんかの引き上げる時はなんかあれかもしれないですね、滑車かなんか使ってこうガタ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 ってするのは、あちょうどあれです、なんかあれはジェットコースターみたいな感じでのあれが逆、船のお尻を上に向けてずっと上がって、そこで、お客さんがもう5人ぐらいかもしれませんね、ぐーって上がっていって、そのいわゆるスイッチをポンと押すような感じ、そしたら船が重力に従ってずーっとこう落ちていくでしょう、下っていくでしょう。そしたらね、私が最初に見た時はそのへさきにね、あの何けあれがいた、あのトランポリンをするみたいな人が立ってるんです。ほんで、船がその池にパーンって入った瞬間に水しぶきがパーンって上がるんだけど、その時にその人がねくるくる、いや1回転かな、1回転か2回転したのを見たことある、1回だけしかない。だからそのね、1回見て次に行った時はね、もうそのねイベント自体はもうなくなってたかも。いや船がねなんかねひっくり返してやるような感じ、もしくはその、丘に引き上げられて、要するにもう使ってませんっていうような感じだったです。だからそのねイベントなんかも 1,2 年で、廃れていくっていう、あれを今考えると、結果的に考えるとそうなんです。今何分っけ、あ11ん12分やら、いやね止めどなくね、あれが記憶が蘇る、そのためそのために蘇りますよ。ちょっと待ってね、 あれですよ、飲みますよ、麦ちゃんのチャチャチャ。ほいで今蘇りますって言ってのは、その動物園に限らず、その頃は市街地、市街地にある、あの、いや市街地って住宅地ですね、あの辺りにある草原をですね、草っぱら、天保山もそうでしたよ、それから鴨池動物園じゃなくて鴨池飛行場なんかもそうでしたけど、草原を、草っぱらを歩くとですね、キチキチバッタっていうのがですね、足元からですね、もう歩くたびに 10匹以上がキチ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 飛んでいく。で今このキチキチバッタを言うだけで、他にも10箇所ぐらい、いやその場所じゃ、そこじゃないですよ、他の、もう全然違う時のあのストーリーが湧いてくる。ないことやろか、これはかごむ、これぐらいわかりますね、ないことやろか。いや本当あれですよ、私がね17、8だったらわかる、昔の記憶って言ってもほんの10年ぐらい前ですからね、小学校だったら。だけどもうすぐ77ですよ、この年になってですよ、はい、もう映像でね 3D ほんでこの前の動画でも言ったけど、今私がですよ、その何け、あのジェットコースターみたいに書いてパーンと落ちてくる、あの滑走してくる船という場面を使ったでしょう。そしたらね、また別アングルからのね、極端に言ったらその船がこうウェーッと降りてくる、あ鴨池、あれはあの球場はもうすぐよ、今と同じとありましたから、ドローンに、ドローンで例えばその左側のその市民球場で試合があるとするじゃないですか、そしたらその
誰かがカーンってホームランを打つわけですよ。もちろんその、あそこですよ、動物園までは届きませんよ。なんだけどそのバーンって飛んで、そうですね、バックネットのちょっと手前で落ちて、だけどホームランだった。それをドローンカメラとなってビャーンと、もういわゆるその白球と一緒にわーっといって、そのホームランボール自体は失速して落ちていくんだけど、その私の目はもうドローンになって、そのままブワーッと急上昇していくわけ。ほんでその動物園の、鴨池動物園の上空から今度はブワーッと滑空して、今まさにその引っ張り上げようとされてるその船の横にスーッと来て、乗ってる人たちをこうスーッて薄く、何ですかね、まあパーンをするみたいに感じしていくと、乗ってる人なんかもう怖いわけです。いや20度30度あったんですよ、角度で。もうそれだけでも多分怖いと思うんですよ。だって慣れてませんから、そういうのね。でこうしてもうビビってビビってビビって、もう目をつぶってる。でその時にアップで、そのスイッチをこういわゆる歯車を、何ですか、留め金を外して、そのアップがポンって映って、ほんでもうキャーって言っていく、その、冒頭とその観客の横をスーッて行けたから、スピードをビューンと増して、今度は船を真正面から打つわけで、こうやって向こうから船がヒューッと降りてくるところに、こっちからまたビューッと行くっていうような映像がね、スパン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 って切り替わるんですよ。これが不思議ですよね。ほいで、あもう17分やれ、あじゃあったそのカゴマ弁、カゴマ弁でですね、急に、いやこれはメモしてた、チョイス、今のあれとは全然違いますよ。私なんかと同年配しか知らない、私なんかより上から上の人でないと知らないかもしれないけど、あ私なんか小さい頃言ってましたよ、言ってた人ないですかね、チョイスケ、イカレチョイスケじゃないですよ、チョイスケチョイスケって、確かこんな、いや私も言ったことがあります、ありませんかね。いやこれはね、コメントにはどこにもないんです、これのあれはね。だけどあの今日ちょっとなんかアイデア立ったな、あの別の作業をしていた時にふっと思いついたんですよ、ちょいすけで出て、何やったっけと思って、私なんかの頃はね、これをね、ざまみろ、標準語でね、ざまみやがれっていう時にね、チョイスケって言ってたと思うんです。なので今日の締めはチョイスケって言ったり、チョイスケって言われたことはありますかっていうことです。はい、ということでこの動画はこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。